入れます。いただきます。こちらはビビンバをいただきました。ビビンバでございます。片手ホタテ。どうも、たくあんボーイです。今日からですね、1週間韓国料理生活。これはね、何も理由とかはないんですけど、とりあえず今日から韓国料理を1週間作り続けてみようかなと思いました。まあなんか韓国料理、まあ今日本に住んでるわけじゃないですか。でもまあ韓国料理で生活したら、まあどんな、料理を作って、どんなね、どんな時も僕は僕らしくあるために。まず1日目、今日はプルコギを作っていきたいと思います。はい、それでは下味ができましたね。ババン。ではこの野菜を切っていきたいと思われます。人参は硬いのでしっかりと炒めましょう。ニラを入れます。そしてすりごまをかけます。白いやつね。プルコギでございます。味はいかがでしょうか。見た目はまあいいんじゃないでしょうかね。いただきます。ビビビビビミでございます。もっと辛いと思ったんですけど、まあ、砂糖入ってるんでやっぱ甘い感じがしますね。でもご飯が進むようなすごく美味しい味になりました。熱い。どうも、2日目です。今日はですね、ユッケジャンスープを作っていきたいと思います。たくあんマグネットです。ニンニクを入れて炒めます。ニラも入れましょう。入れます。水を400、大さじ1杯、こんなもんだ。そんな使ったことないですけどね。それではユッケジャンスープが完成しましたね。ちょっと薄味、もっとピリ辛でもいいな。焼肉のタレをねベースにしてるので、結構甘っぽい味がしますね。またまあ、でもこれが韓国らしさだと思いますね。梅雨の季節なんでね、体温まっていいですね。3日目ですね。今日はスンドゥブを作っていきたいと思います。クッキングスタート。入れすぎた。いただきます。そうで、水を入れます。完璧ですね。はい、完成しました。こちらスンドゥブでございます。いただきます。ピリ辛、ちょっと味薄いな。熱い。ピリ辛で美味しいです。じゃあ豆腐もいただきたいと思います。ちょっと味薄いな。シーフードミックスも入れたんで、アサリが入ってます。アサリだ。もう鍋ですわ。チゲ鍋って感じですね。スンドゥブって何？今日作るのはヤンニョムチキンでございます。片栗粉をかけて、薄力粉をかけて、あれな、どっちだっけ、どっちかをかけています。そして鶏胸肉を焼いていきます。
この音、どこかで聞いたことがありますね。川のせせらぎのようです。そしてこのマグマの中に鳥を入れていきます。はい、ということで食べていきたいと思います。なんて名前だっけこれ、サムサムじゃなくてヌンムンじゃなくてヌムルルルチキンヌン、なんだっけヌメテテチキン、とりあえずチキン料理ですね。ビーミン甘辛ダレがめちゃくちゃいいですね。これはすごい韓国料理って感じするわ。うん、ご飯が進む。わはい、どうもタグワンボーイです。今日は海鮮チヂミを作っていきたいと思います。ニラよ、ニラニラチラシ。このチヂミ焼きどうでしょうか。ニラがすごく綺麗な模様になっています。まるで万華鏡を覗いているかのようなこの綺麗な模様。しかしひっくり返すのがとても難しく、うまくひっくり返すことができなくて形が崩れてしまいました。万華鏡を修理しに行きたいと思います。どうもできました、チヂミです。よっしゃー、やいやいやい。お好み焼きですね。うん、味は美味しいですね。なんかもうちょっと外側がパリッとしてるイメージだったんで、ここがちょっと違うかな。うん、うまいね。今回はですね、下北沢にあります韓国料理屋さんソナギさんへ行ってきました。こちらはビビンバをいただきました。ビビンバ、ビビンバでございますね、ビビンバをそれではいただきたいと思います。パク、ガブガブガブ。うーん、おいしい。すごくおいしかったですね。あっという間に食べちゃいました。思ったより量もあったんですけど、あっという間に食べましたね。そう、スープもついてきてサラダもありました。ヤギのようにパクパクと食べております。とてもおいしかったです。ぜひ行ってみてください。韓国料理最高。はい、本日は韓国料理生活の最終日となりました。最後はチーズタッカルビを家で作っていきたいと思います。今日はですね、30分ほど漬け込んだこちらをですね、思いっきり本気でとてつもない勢いで激しく炒めていきたいと思います。はい、それでは完成いたしました。チーズを乗せて、これが溶けたら完成ですね。はい、完成いたしました。チーズタッカルビでいただきます。めちゃくちゃ辛い、うまいね。ビビビビビーム、やっぱりね。うーん、野菜の組み合わせいただきます。ありがとうございます。ビミです。韓国料理最高。韓国風メイクをして、次に韓国料理生活をして、韓国尽くしでね、韓国人にそのうちなってしまいそうですけども、タクアンボーイからコリアンボーイに変わる時が近いかもしれませんね。全部ね、タクアンボーイでも作れるような簡単なレシピばっかだったので、本当にクラシルとかでね、僕は調べて作ってきましたので、同じ野菜とかもね、使うことが多かったんで、まあ、ニラはめちゃくちゃ使いましたね。今回もニラかっていう感じで、まあ、韓国人ニラが大好きなのかなと思ったんですけど、最高です。